どうもー、イヌスマンでーす。今日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。8月11日日曜日になりますね。はい、今日はですね、午前中から、ちょっと歩いて買い物行ったりして、ちょっと疲れてね、実はさっきまで昼寝してました。はい、だからね、ちょっと、寝起きなんですけど、はい、ということで今日の動画なんですけれども、今日はね、何も考えてないです。久々のノープランデーです。はい、前はよくねノープランデーつって、やってね、その時の気分で、スニーカー紹介したんですけれども、はい、今日は何しようかな。ほんと迷うんだよね。なんかこう見えてるやつがいいですよね、やっぱりね、見えてるやつ。はい、ということでね、あれ行こうかな。ちょっと待ってください。まだ紹介してなかったやつですね。はい、じゃあこれになりますね。ナイキバンダル84年製のヴィンテージになります。これはですね、赤の、キャンパス地になります。キャンパス地で数種も赤っていう、まあ珍しいかな、珍しくはないかもしれないんですけども、うん、珍しくないんだけども珍しいタイプになります。何変なこと言ってますね。はい、で、バンドルといえばね、アンクルストラップが特徴的なんですけども、これは欠品しておりました。はい、でこれをね買った時が非常にね、エキサイティングだったんですけども、実はもう片方の方にですね、値札がついてます。値札が、はい、というのもですね、これはね、皆さんもご存知の、某リサイクル、ショップで、購入したんですけども、最初ね、こう棚に普通に並んでて、おお、なんだこれと思って見て、おっつって見て、で中身を確認したんですよ、ね、製造年が書いてあるじゃないですか。それ見て、あ、84年製だ、ヴィンテージだと思って、さらに値段見てね、またびっくりしたんですよ。これはね、あ、なんかね、ちょっとうまく言えないな、なんつったらいいのかな、これまだ1回も履いてないんです。っていうのはね、このプライスタグ、うん、これをね外してないんですよ。記念に外してないんです。これはちょっとね見てもらいたいんですけども、プライスタグいきます。釣ってるかな。1300円なんですよ。1300円。まあこのプライスタグでね、どこのリサイクルショップかね、分かる方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、1300円ですよ。84年製のバンダルが、1300円。いやー、もう僕目ん玉飛び出るぐらいびっくりしましたね。はい、特にね、本当にただの古いスニーカーっていう感じでね売られていたんでね、びっくりしました。特別な場所に置いてるかもちろんそういうのなくて、普通に一般の靴と一緒にね、これが並んでましたね、ポツンと。はい、まあさっきも言った通りね、アンクルストラップが欠品してて、紐もね、オリジナルかどうかは分かんないんですけども、うん、でも非常に雰囲気ありますよね。やっぱりね、オリジナルはどこか違います、雰囲気が。はい、でまあ僕は多分本当にこれからも履かないと思うんで、この記念にですね、プライスタグをこのままつけて、飾っておきたいなと思っております。なんかね、本当に今日ちょっといつもに増してグダグダ感が強いですけど、はい、だって仕方ないじゃん、さっきまで寝てたんだもんね、本当にね。もう今日はこれでもう終わっちゃいます、閉めちゃいます。はい、ということで今日はですね、以前、もう何年前か忘れちゃったんですけど、何年前かに買ったですね、ヴィンテージの、ナイキバンダル84年製、こちらをね、紹介させていただきましたいやー、ヘンテコリンな動画になったな。はい、これに懲りずね、ぜひまた、見に来ていただきたいなと思います。ぜひ今日の動画がね、良かったなと思う方はですね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は以上です。どうもありがとうございました。